このメニュー。エクストラリメイクだー。タイプムーンスタジオ BB の新作の一つは、やはりフェイトエクストラリメイクだったわね。そういうわけでフェイトエクストラレコードについての処方がエクストラ10周年の日に明らかになりました。今回の動画は、このチャンネルっぽくフェイトエクストラレコードは、どういったリメイクになるのかを考察してみたいと思います。まだ確証はないところも多いけれども、考察ならこのチャンネルらしいものね。外部から、ここが気になるところという部分をやっていこう。まず最初に、CCC はリメイクされるのかしら？まずそこになるよな。このチャンネルの勝手な考察にはなるけれども、結論から言うと CCC まではリメイクされないとは思う。が、追加シナリオでの補完みたいな形で CCC 組が出てくる可能性はあるんじゃないかと希望的観測をしているよ。まず、なぜ CCC はリメイクされないというの？ CCC って下手すれば無印エクストラよりも、よっぽど分量が多い話ではあるんだが、あれをそのままリメイクしちゃうと、使い回しがあったとしても、2本作る労力になっちゃうんだけど、ニノさんはスタジオ BB で7年後くらいに新作を作りたい。その前段階としてエクストラリメイクでスタジオ BB を知ってもらいたいというコンセプトがある。だから、エクストラだけ作られて、CCC はできないと。一応、言い訳として CCC の事件は、BB ちゃんがなかったことにしたっていう設定があるので、なくてもいける。一応、CCC の事件のことは、キャスコと AUO しか覚えてないそうだし。エリザやアーカセイバー、エクストラ主人公は、月の裏事件覚えてないっていう設定らしいものね。ただ CCC キャラはなんだかんだ人気はあるし、BB ちゃんのことも忘れられていないから、DLC もしくは隠しダンジョンで CCC 組の展開があるとか、そんな感じの展開を予想してる。BB ちゃん、ジマコとカルナさん、キアラさんとアンベルセン、サクラファイブ、エリザね。ジナコとキアラさんは、一応、表の月の聖杯戦争での参加者だし、エリザはエクステラシリーズでも腐れ縁がある設定なので、そこら辺の統合性は取るんじゃないかな。キアラさんは、ムーンセルから悪菌されてそう。FGO のセラフィックスイベントのキングプロテあって、その道中の方がきつかったよねっていうのとか、そこら辺もありそうかな。原作のエクストラ2部作だとバトルは怠慢だったけど、リメイク版は複数の敵と戦うこともあるから。パッションリップとメルトリリスのバージンレイザーパラディオンとかもあるかしら？キノコがねじ込むでしょ。間違いない。あとギルガメッシュとか。成田先生とか CCC のギルルートめっちゃリスペクトしてくれてるし、やっぱ CCC そのまま入ってた方が、いろいろいいのかもしれないね。ただファースト P5 を見てると、できる限り当時の味わいを入れようとしてるよう努力してるところもあるから、追加要素はかなり慎重にやるだろうね。原作を尊重するために、エクストラ主人公のボイスも PV に入れない徹底っぷり。阿部敦さんと石川由依さんの声は、エクストラファンにも受け入れられてると思うので、そこは安心してるかな。あとテキストも、極力、当時に近い口調とか。初代はザビコの口調が男っぽかったんだよね。そこも大事にしてくれてるっていうのは、いろいろと神経使ってると思う。で、CCC は？まあ BB ちゃんにディグダグコラボさせるくらいには、ちゃんと CCC 組のことも忘れてないはずなので、何かしらフォローは入れるんじゃなかろうか。ちゃんと覚えてるわよね。当然。それで、次に気になるのが、ハードについてね。まずわかってることが、Steam 配信は、ダスト断言はできないけど出したい、という方針らしい。前向きに検討したいということね。ザビコがニアオートマタの 2BMOD 入るのは予想できる。声優さんも一緒だし。で、要するにだ。PS4 か PS5 とスイッチのマルチなんじゃないかなと予想してるよ。フェイトは、ソニー系列のアニプレックスさんとのゆかりが深いわよね。任天堂ハードに出せるの？エクステラとエクステラリンクも、
発売は遅れたけどスイッチ移植されたからね。あと発売延期してるけど、エミヤご飯のゲーム版もスイッチで出る予定だし、なのでスイッチでも出せる。いや出すでしょ、と期待はしてる。だけども、PS4 で出るかはわからん。え？なんで？そら PS5 があるからよ。ああ、この様子だと、2021年か2022年頃の発売になりそうだから PS5 出てそうよね。まあ移行期ってことでプレステ系列も PS4 と PS5 のマルチの可能性もあるかもね。逆に PS5 のリリースやスイッチとの兼ね合いの調整で、ゲームハードの発表を遅らせたという考えもできる。だから、Steam では出したいという部分だけ答えたのかもしれないわね。とりあえず予想としては、PS4、スイッチのマルチの可能性が高い。時期的に PS5 版も出るかも、といったところだね。まだ決まってない部分もありそうだけど、今出せることは出した感じだね。どこまで出せるかまだわからないけど、やれるだけのことはやる意気込みを感じるわ。で、次なんだけど、男主人公とキャスコはちゃんと出るのよね。キャスコはちゃんとキービジュアルにいるから、和田アルコ先生書き下ろしやぞ。じゃあ、なんで、男主人公とキャスコいないのかしら？単純にまだ P5 作った段階で、男主人公とキャスコのゲームモデルできてないだけの可能性。まあ良くも悪くもほら。コロナ禍あったじゃん。テレワークで補うにしても、スケジュール的に負担になっててもおかしくはないわね。続報があればモデル出てくるんじゃなかろうか。とりあえず最低限のゲームシステムを見せるために、女主人公と赤セイバーを優先したとなると優先順位はわかりやすい。ちゃんとエクストラしてるって感じするものね。アクションゲームにしなかった理由が、プレイヤーがマスターじゃなくなる、という理由付けもあるしね。戦闘システムは原作とは変わってるのね。要するにバスター、クイック、アーツのような攻撃カードが、自動的に配られてそれらを選択していくシステムになるっぽい。サーヴァントに、適切な指示を出してる感じがあって、こそのエクストラシリーズって感じはあるものね。そこマジで大事だよ。エクステラシリーズも嫌いじゃないんだけど、やっぱ原点はコマンド RPG であってほしい。そんなエクストラシリーズ、他にエクストラレコードで良かった部分は何かあるかしら？背景だな。やっぱエクストラって良くも悪くも10年前の PSP のゲームなわけじゃん。 PSP ってさ、携帯ゲームとして見たらすごいスペックだと思ったんだけど、どうしても必要な部分だけしか作り込まれてないっていう、そういう部分はあったんだけど、エクストラレコードは P5 見ててもさ、電脳世界なんだけど再現度が半端なく感じるんだよね。例えば冬季の学校を再現したところでも、ちゃんとグラウンドや弓道部の道場まで作り込まれてるように見えるし。もともとステイナイトで使われてた時代の高校を再現しているものね。夜中に来るとサーヴァントが襲ってきそうな、そんな空気を感じるよね。まあエクストラでは一応ムーンセルによって学校内での死闘は禁止されてはいるんだけどね。ダンジョンの空気感もいいよね。特に無印エクストラは海の中のダンジョンをムーンセルさんが再現してるというコンセプトだけど、レコードの場合は外まで作り込まれてて、ちゃんと海底通路っぽいような感覚に陥るようなダンジョン背景になってる。もしかすると10年で VR 技術が発展したこともありそう。仮想現実だとしてもコンセプトに忠実な空間を作って、そこで競い合わせるための空気を作る。それができる AI ってもんですよ。あとね、 R 赤セイバーがクールキャラっぽい。FGO の水着の時とかラスアンとか、いろいろ突っ込まれてたからな。まあ、もちろんよだよ。とか言っちゃう方が、あの暴君の字なんだろうけど、生前のトラウマを引きずってて、精神的に張り詰めてたからこその無印エクストラの赤セイバーだと思うんで、そこを大事にしてくれるのは嬉しいところ。ちょうど、デートレッドラインの沖、新選組女さんみたいな。なんだかんだでサーヴァントにとってのやり直し、成長物語でもある、そんなフェイトシリーズですからね。やっぱちゃんとわかってるなぁと思える安心感はやっぱ大きいです。初見さんでも楽しめるように作るようなので、いいゲームになってほしいわね。
ンリミテッドブレードワークスの英称が日本語訳そのものだったんじゃよ。あのアーチャーはエミヤじゃないからかもしれないね。あの正義の味方に憧れた旧兵のようでいて、微妙に違う感覚。まさにエクストラですよ。